海洋丸は日本の航海練習船で大型練習保船。本港では1930年に竣工した初代を取り扱う。初代海洋丸は同年の浸水後、約半世紀にわたり海の貴婦人として親しまれ、1989年に引退。海洋丸通夜がその後を引き継いだ。姉妹船として日本岸がある。現在、 富山県伊水市海王町の港アシス海大丸パーク内で展示、公開されている。1927年3月、鹿児島県立商船水産学校の練習船、霧島丸が宮城県近火山沖にて、暴風雨のため沈没、乗組員を呼び、生徒の合計53名が全員死亡するという、3事が発生した。この事故が契機となり、 翌1928年、大型練習班船2隻の建造が決定された。2隻の建造費は、合計182万円。当時の国家予算からすると、破格の大型プロジェクトであった。設計は、スコットランドのラメージエンド、ファーガソン社、建造は、神戸の川崎造船所幹線工場が担当した。1930年1月27日に浸水した。 第一船は日本岸、同年2月14日に浸水した第二船は海洋丸と名付けられ、これら2隻は文部省の所管となった。海洋丸はこの年の10月から12月にかけて、ミクロネシアのトラック島へ第1回遠洋航海を行っている。その後、太平洋を中心に訓練航海に従事していたが、太平洋戦争が激化した1943年に、 搬送が取り外され、また、船体を灰色に塗り替えられ、石炭の輸送任務に従事した。戦後は、海外在留法人の福音船として2万7千人の引上げ者を輸送した。1955年には、搬送の再取り付けがなされ、また船体も白く塗り直され、海の貴婦人と呼ばれた元の姿を取り戻した。また、1943年4月に航海訓練所が、 設立されたことで、海洋丸ら練習船は公開訓練所所属となった。1956年春には、米国ロサンゼルスに向け、戦後初の遠洋公開を行った。その後、1960年の日米修好100年祭、参加遠洋公開、1961年のロス、ホノルル間国際ヨットレース参加遠洋公開、1967年の、 カナダ建国100年祭参加演用公開をはじめ、数多くの演用公開を行った。1974年以降は老朽化が進んだため、演用公開の規模縮小を余儀なくされた。選手像の根性日本岸、海洋丸には選手像がなかったが、1985年に日本丸通夜が就航した際に、日本丸通夜と海洋丸に選手像が取り付けられた。 これらの選手像は東京芸術大学の西大吉教授によって制作されたものである。日本丸通用の選手像は手を合わせて祈る女性の姿をした愛青。海洋丸の選手像は横笛を吹く女性の根性である。1989年9月16日に退役。海洋練習船としての役割は選手像の根性とともに海洋丸通用に引き継がれた。 引退後の引き取り先として、日本各地の自治体が名乗りを上げ、最終的に富山県と大阪市が残った。両者の協議により、5年交代で、伏木富山港新港地区と大阪港に、経留することとなり、富山県と大阪市が共同で設立した、財団法人反戦会を丸記念財団へ、払い下げられた。先に現在地より約1キロメートル離れた。 富山振興の不当に経流され、1990年4月28日より一般公開を開始、1992年7月5日には専用の経流展示施設である海洋丸パークが開場した。一方で大阪市は1993年に練習反戦、憧れを就航。大阪市は海洋丸から手を引き、1994年に海洋丸は 富山振興に、高級的に経流されることが決まった。1997年、ドックに移して補修が実施された。ドック入居の後に、普段は見られない船底などの見学会も行われた。2012年にも老朽化のために大規模修繕が実施された。新日本海重工業のドックで修繕が実施され、4億5000万円を必要とした。 2018年7月20日、日本船舶海洋工学会が、初代海洋丸を、船遺産第11号に認定した。4小バーク型帆船で、メインマストの水面からの高さは46メートル、総歩数29枚である。ディーゼル機関を備え、飛走も可能とされた。新港橋と海洋丸海洋丸が現在展示されている、富山県伊水市海洋町の公園で、 港アシス海マ丸パークとして、港オアシスに登録されている。海王丸がこの地に保存されているのは、海王丸で多くの海の男が育った旧富山、商泉高等専門学校が近くにあるからである。伏木富山港の新港地区内に建設され、1989年9月に退役した公開練習船海王丸の経流、展示施設として、 1992年7月5日にオープンした。設置は富山県が行い、管理運営は伏木富山港海王丸財団が行っている。当初は大阪市と交互に展示することになっていたが、海の貴婦人は管理運営の金銭的負担が大きいために大阪市が誘致を断念し、そのまま新港地区に保存されることになった。陶器を除き、 1> 月1くらいで10回ほどボランティアによる総補天パン並びに当稿例が行われ多くの観光客が集まる。また当期には普段非公開のエンジンルームや船の見学会が日時限定で開催される。また様々なイベントが開かれ、1992年にはソプラの神奈川むつみなどによってベートーベンの公共曲第9番が演奏されている。公演内並びに 近隣は海王丸の展示を中心に広場、飲食店、売店、研修施設などで構成されている。近くにはバードパーク、木、土器と市場などがあり、2012年9月に開通した新港大橋と立山連峰を背景にしたパノラマは人気になっている。海王丸の浸水日がバレンタインデーの2月14日であることから恋人の聖地に認定されている。 タイムベルを鳴らして祝う戦場結婚式も受け付けている。2014年には世界で最も美しいワンクラブの世界で最も美しいワンに富山湾が選ばれて11月に記念モニュメントが建てられた。また2006年7月15日には海王丸通夜が寄港し両船が初めて揃っている。2015年10月25日に 第35回全国豊かな海づくり大会が富山県で行われ、同パークで天皇、皇后臨席にて、会場歓迎、事業放流行事、また、海王丸の総補天板並びに、当初礼が行われた。2015年より2018年まで、タモリが名誉会長を務めるヨットレース、タモリカップが、同パークと富山新興対岸にある、富山県新港マリーナを会場に、 毎年7月中旬に行われていた。無料。海洋丸に入る場合は400円。海洋丸パークに関するカテゴリー。港アシス海洋丸パークに関するカテゴリー。ありがとうございます。